無理無理はい。じゃあ行きましょう。いよいよ待ちに待った3回。さあ、パワースターを掲げて、パワースターの力で星のドアが開かれた。さあ、来てしまったチクタクロックトレイコー。いやー、怖い。とりあえずでも壁に激突して、じゃなくて、オラスター出せよ、オラスター出せ、早く、スター出せ、オラ、スター出せ。オッケー。さあね、もういい感じにスターも114枚まで集まっちゃいましたからね。まあ、とりあえずステージのスター全部集めた後に、まあ、お城の隠れスターを全部探す感じでいいのかな。いい感じで。じゃあ、まずは、こっちからね、行きましょうか。はい。ここもなんか怖いんですけど、個人的に。さあ、ねえ。なんかしかも若干地形が変わっている。これ、どこからどういう風に行ったらいいのか、ちょっと先に見ていいですか。そこに黒ブロックがあるんだ。え、黒ブロックあるんですけど、ちょっとね、待って、ワリオじゃないと壊せないやつじゃないですか。まあいいや、とりあえずここ来る。はい、ここに止めで取る。こっち行く。向こう側の透けてるとこにないことを確認し、この辺で落ちる。ここは何なんですかね。ここ壊れないしね。5つ。あ、ワリオの帽子あるな。え、もしかして、ワリオで、どうすんの？もしかして、ワリオで大砲で、吹っ飛ばして、あそこの箱壊すとか。うっそ、やだ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 、そんなことやりたくない。やりたくないでしょうよ。いや、マジで？でもやるしかない。やるしかない。これ一番最後の方が良くない、良くないか。ちょっと待って、これさ、どこで帽子解除するの？冷静に考えてさ、この辺低い、大丈夫、よし。で、あ、ここスター単体。あー、それは良かったっていうか、なんでここにもう一個スターを配置した？なぜここにスターを配置した？羽だけじゃダメだったのか。じゃあまあいいや、改めて気を取り直していきましょうか。で、どっち行くんだっけ？こっち？違うわ、こっちだ。こっち側だ。1、2、1、2、1、2、3。で、ここ。よし。じゃあ、赤コインの位置は別に変わってないのかなって思って、とりあえず飛んでこうか。よし。はい。慎重にね。慎重に。よし。もう一回一回飛ぶごとに、よし、よしって言ってる自分がいる。もうそれぐらいの気持ちだってことね。皆さんにはね、感じ取ってほしい。よし、よし。さあ、ここは太陽に向かって吹っ飛ばせばいいんですけど、太陽があいにく今日は出てないので、まあ、このまま行きましょうか。届く、これ届く？際どい、際どいよ、際どいよ。大丈夫、怖いよと。で、大きな雲の上の方に行って、あそこに今ちらっと見えた赤コインは一番最後だね。ギリギリ、そんなに意外と飛ばないよね、 DS 版のね、大砲ってね。さあ、ここが難しい。なんだかんだここが一番難しい。あれ、ない、え、ないよ、え、なかったですよ。え、そこ透けるさ、あ、すげえ簡単になった。このさ、その透けるところの1枚がものすごい難しいから、ここの要はあれも難しいんじゃなかったんですか。スターはそこに置いちゃうの、これはね、ゆとり仕様が、優しさじゃないな、これはゆとり仕様が。まあいいですけど、なんか僕のそれ僕のストレスにならないんだったら何でもいいんですけど。さあ、行くかー、チクタク、怖い、マジで。いやー、怖すぎる。カゴの中のルイージ。いや、救いたくないんですけど、ルイージなんか。どうでもいいんですよ。あっ、早速なんかここが坂道になってるし、めっちゃ地面ができてるし。うわ、めっちゃ地面できてるし。うわー、なんかいっぱい、なんかいっぱいすごいことになってるし。なんか、
言葉では言い表せないぐらいすごい、すごいね、処置がね、施されている感が否めないんですけど。すごい優しくなってる感が否めないんですけど。ねえ、ここはね、64番の頃はもうクリアできなかった人、初だっただろうからな、実際問題。え、でも、カゴの中のルイージってことは、カゴの中にルイージがいるわけじゃなくて、カゴの中にルイージで行けっていうことなんだよね、やっぱね。ごめんなさい、そんな気はしてました。そんな気はしてた、そんな気はしてたから、まあ、ちょっとルイージはルイージでこう来るとして、じゃあ取れそうなとこ取りましょうか。じゃあそうしたら、あー、ここにもなんかスイッチがありますね。はい、飛ぶ飛ぶ、まあ、ここは取れるだろう。あー、違うんだ、ここスイッチスターなんだ。あ、だったらじゃあ今取るか。まあ、マリオパッと取った方がいいけどね。なんか、青スイッチの人も全然違う位置にあるし。怖っ、怖い怖い怖い。レッツゴー！いやー、遠いよ、でも実際。意外と距離見たら遠かったよ。おー、いった。ちょっと今のは無理しすぎたかなって一瞬思ったけど、オッケー。とりあえず振り子の部屋のスイッチスターかな。まあ、僕が命名するのであれば、振り子の部屋のスイッチスターと名付けますが、振り子のスイッチスター、惜しい。惜しい。惜しいな。ってことは、でもルイージの帽子がどっかにあったんで、改めてじゃあちょっとルイージで取りに行きましょうか。ルイージの帽子ちょっと探す意味でもね。どこにあんだろう、ルイージ。こっち？あ、でも上の方っぽいな。うぅ、なんか今、なんか降ってきた今。上から降ってきたってさ。どこだこれ。うわー、わかんねえな。じゃあいいや、ちょっと別のスター取るわ。なんかめっちゃ降ってくるんだけど、めっちゃ降ってくるんですけど、まあ、とりあえずね、まあ、チクタクロックで唯一簡単なスターと言われていながら、でも実際ここを本当にうまく取る人がめっちゃうまく取るでおなじみの、あ、すごいスターも親切な位置に出たね。よし、00分の赤コイン2つ目ゲット。よし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 、順調順調順調。00分の赤コインですね。さあ、振り子が取れないからどうしようかな、この次。あー、あそこのさ、長身に乗って取っていくスターはちょっと見るだけ見ましょうか。それともルイージ探す、ルイージ探すか、ルイージ探しましょうか。いや、先に100枚取っちゃいません？あのね、僕はね、美味しいものは一番最後に取っておく性格なんですよ。ね、だから、絶対こう、前菜とかは先に全部食べちゃう。で、すなわち、自分が苦手としているものは、先に取った方が、後々いいんじゃないかっていう、そういう算段。おっしゃ、胸。と踏んで、あ、ああ、オッケー。カメラ？カメラ？カメラ？さすがに。いや、ちょっとそれは、ちょっとそれはね、それはあかんよ。それで、あかん、あかん、あ、よし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 。あ、でもここはなんかあれだな。振り子を振っていかないと、振り子じゃなくて、あの、時計振っていかないと、厳しいかもしれないので。まあ、一回ぐらい動かして、入りましょうか。おーっと。あ、でもなんか、ルイージだったら取れそう。上からくる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 ってこう飛んでさ、パタッと取れそうですよね。すごいこのさ、ぎゅうぎゅうにこう締めてあるあたりとか、よっぽどなんかあったんだろうな、会議とかで。ここは締めてくべきでしょうね。いや、怖い。いや、ちょ、待っていい、そこのスイッチ押さなくていい。変にカメラ角度変わって、あれになるから、あれになるから、あれになるから、あれになったら大丈夫って。今のは、タイミング見上がらって。踏んだから問題ない。だからこのカメラが変わってるタイミングに何が起こるかわからないっていうのが怖いので、やめていただきたい。よし、さあ、この青コインはどこに出る。多分向こうだと僕は思いたいだろうな。いやー、あー、終わった、ちょっと待って、えぐー、なにこれ、えぐっ、うそからの、飛び越えて、乗って、乗れる、
あ、掴める。ほんでこっち来て、あ、ここまで来ないとルイージがない。そしてここに透明がある。あーあー、ちょっと、あ、あ、いや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 、確かにあそこ網だよ。おう、で透明のスイッチ踏んだら抜けるよ。いやそりゃそうだけどさ。あ、入っちゃった。しかも早いやつで入っちゃった。やべ、チクタク針の上行こう。これはきついんじゃねえ。いやこのゲームでこの速度はきついと思うぞ。うわ、びっくりしたね。シュー気合いの入れ方がガチだった。シュー で極力近づきすぎずにでね、この辺だったかな。で入れないのあれね、めんどくさいですね。よし、じゃあちょっと改めて100、えへんてっぺんどっすん100、えへんてっぺんどっすん100はですね、割とね難しいとされてる部類のね構えなんですけど、意外と慣れてくるとそんなに難しくもなかったりするはずですけど、しっかり塗りつつ、そんなに青コイン難しいとは思わないでしょ。よいしょ、よし、めっちゃ多くない？あ、一緒だ、別に枚数が一緒だ。痛い。はい、よし。そんであそこのクイちゃんはまあいいかな、まあなくて、改めてこのルーこうする。あ、でも84まで来てる。あれ、そんなに貯めた80。あ、じゃあだったらもうあとは上にあの10枚ブロックが3つあるはずなんで、それで集めて終わりでいいかな。まあ、確かにね、ここチクタクロックって意外と難易度の割にコインの枚数は多いんですよね。まあ、そういう意味ではすごく100枚が集めやすそうな。ここはね3枚だったんですよそして無防備に置かれた。いやー、そっか、そうなのね。はい、焦ってないからね。焦ってなくてもこうなるんだよ。ね、学んで、焦るなとか、なんかそういうのじゃないからね。本当に、そういうのじゃないから。まあ、喜んで言えそう、マジで。よし。OK。よし。いける。大丈夫、大丈夫。あ、そして、そこが、そこ3枚。なんだろう、この無駄な、ちっちゃいところは。完全に無駄。はい。あ、でもそういえばさ、あれですよね、池止めてここまで来ちゃったらさ、あ、三角形の足場がなくなりましたね。これいけるの今更タウンなんですけど、これえへんてっぺんどっすんまでいけるんですか。これもう止めてたら、これ完全に救済措置ですよね。ありがたい救済措置絶対そうだよね。あ、しかもなんかえへんてっぺんどっすんの形状が変わってるどっすんなんてなかったんですけどマジでどっすんなんてなかったレベルなんですけどいいのかなこれで。なんか非常にどっすんに申し訳ないような気持ちでいっぱいだけど、でもね、いいんですよ、もうクリアしちゃえばそれでいい。完軍、クリアしてしまえば完軍です。よし、さあ、あぶね。あとスターは何枚？ 1 枚か2枚。はい、突き出しを乗り越えて、あれ、突き出しを乗り越えて、あ、そうか、
突き出しを乗り越えて取ろうと思ったら、あれだったんですね。取ろうと思って上行ったら透けて下まで行っちゃったんです。そう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 。したら、じゃあまた突き出しを乗り越えるところまで行かなきゃいけない。全然なんかもう慎重になりすぎて実況ができてない。それぐらいの。よし。よし、慎重の方、慎重に行こう。で、ここで、こうして、あ、ちょっとなんか、地形が変わってる。若干、つかめないよ。え、つかめないよ。たくさん取りねえ、あー、マジで。あー、そういうことやってくる、マジで。いいよ、言わないでしょ、その要素。なんでわざわざマリオにしますかね。なんでそこわざわざマリオにさせますかね。意地悪極まりないね。意地悪ばあさんなんか目じゃないレベルの意地悪ですよね、これね。よし。さあ、取って。降りて。ここ降りられる？降りられるね。はい。降りて、壊して。びっくりしたね。しっかりでも観察しとかなきゃいけないってことですよね。これもうラストまで行っちゃうか、次あと一つですもんね。次のスターが結構さっくり取れるようだったら、行こう。てかもう行っちゃおう。行っちゃう。ちょっと動画時間が長くなる。知ったことじゃない。したことじゃない。やだ。もうチクタック会はもうここで終わらせる。チクタックシルバースター。時間かかりそう。めっちゃ時間かかりそうなんですけど。あ、動いてるよ。え？え、シルバースターめっちゃ動いてるんですけど。え、どういうこと？え、何？え、めっちゃこれ時間かかる、もしかして。え、だって、なんかね、真上をね、すごいね、さまよってるんですよ。勝手に、僕の、あ、ちょ。ぐぬぬぐぬぬぐぬぬ、はい、ではい、で何、まだもっと上、もっと上で、なんか追ってくるんだけど、え？待って、てっぺんまで来ちゃったけど。え？え？嘘だ。何それ？え？何？わか、え？は？え？え？え？あ、割とマジでわかんない。え？上じゃないよね。え、どこにあんの？え、何？じゃない、シュチュチュチュマカカ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 カって、マジでわかんない。え、全く消息がつかめないんだけど、どういうこと。え、本気でわかんない。何？え？え、マジでわかん、え、何これ、はぁ、え、え、どこ、え、どこにあんの、え、どこにあんの、え、あったあったあった、え、なに、下に全部あったの、最初から、え、なにそれ、は、え、ないし、しかも、え、え、なになになに
わけがわかんないんだけど、何が。ラスト1個、ラスト1個、ラスト1個落ちてこない。あ、来た。え、わけわかんねえ。え、マジでわけわかんねえ。全然わけわかんねえし、しかも相当上の方に出ちゃった。来たな。こうして、で、こっちでしょう。怖っ。怖っ。ここなんもないからね。いや、そこー。掴めていく。舐めていく。よし、じゃあちょっと一回ここで録画は切りたいと思います。さあ、じゃあ続き頑張っていきましょう。